おかしくねなけ。お前を殺す。なんでお菓子のオムで殺されなきゃいけないんだよ。じゃあいたずらされたいからお菓子あげない。あんたに言ってねえよハゲ。ってことで皆さんこんにちは、霊夢だったものです。じゃあ今は誰なの？ハツカネズミなの？いえ、ミッキーマウスです。消される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 。何いきなりチャンネル全体に被害が及ぶ発言してんだよ。やっちゃったぜ。いややっちゃったぜじゃないですよ。何ちょっとかっこいい言い方してんですか。で、今回はどうするんでしたっけ？前回大魔王が加入したんでどんどん超魔天狼を登っていく感じですね。大魔王って役に立つのか？大丈夫、僕最強だから。本当かな。俺が悪かった。いや、なんでゲーム画面はいきなり謝罪から入ってるんですか。正直向こうが謝ってるシーンはもう定番中の定番でしょ。日課の化粧と同じ感覚ですよね。向こうの戦車頻繁にやらかしすぎだろ。ねえねえ、せっかくだしハロウィンにちなんだことしよう。催眠術かけるね。催眠術全然ハロウィンにちなんでねえだろ。デデデは偉い、デデデはすごい、デデデは偉い、デデデはすごい。はフラン、どうしたの？いやなんか、デデデはすごいよね。何の話？ララ、なんかコスプレしたいって思うよね。なぜよ、誰がねってことで買ってきました。29,800円、高すぎる。ってことで見た目もバージョンアップです。なんか俺もコスプレしたいんだけど。自宅警備員のコスプレでもしとけ。人のコスプレってなんだよ。でかすでにラスコミニコフコスプレしてるじゃん。ニートのコスプレでねえよ、本職のニートだよ。本職のニートってなんだよ。職歴ねえからニートって言うんだよ。で、お前らはいつもここで飯を取ってるのか。さては大魔王の俺だったってウキウキでもてなしを施してくれてるんだろうな。何勘違いしているんだ。大魔王の飯なんてねえから。てか究極の美味特上っていうヤバい料理があるんだけど。あ、それ一回食べるとやめられない、止まらないになるよ。究極の美味の正体ってカッパエビせんだった。ちなみに私は好きじゃなかったです。庶民はわからぬ味よ。力そうこら、いただきます。いやうまい。酔っ払ってきちゃった。嘘つけ。無敵になってきちゃった。なりなさい、こっちに。なんか怪しい釣りしてる人に見えるからやめなさい。おい、俺の飯はちゃんと用意してますよ。待っててくださいね。はいどうぞ。こっちとらこれだけが楽しみで。あれのご飯ドッグフードっておかしいだろ。いや妥当なお食事だと思いますが。仮にも全然大魔王なんですけど私。滝谷さん、俺のご飯は。はい、生ゴミ。あらあら、これは美味しそうな生ゴミ。そもそも食用じゃねえだろ。俺はなんで犬より手厚いもの食わされてるんだよ。まず俺は犬じゃねえし。だってそりゃあんたの脳みそは犬以下だから。ふざけんな。で、今回の冒険メンバーは結局どうするんだよ。今回は結構火力高いメンバーのマリサ、フラン、モコウ、フランシスコ、ザビエルでいきます。誰だよ。そして俺はゲームしてるから、あとは頑張って。頑張ってじゃねえよ、お前は。おめえも頑張んだよ。なんかクイズマンが待機してるんだけど。またどうせくだらないクイズコーナーが始まるんだろ。誰がくだらないだって。違う、クリボーが勝手に。いやなんで俺クリボーは扱いされてるんだよ。だっておとなしって雑魚だし。うん、もうちょっとオブラートに包んでくれない。じゃあミジンコ。いやむしろ悪化してない。もっと弱いだろ。ミジンコだって必死に言ってるんだよ。すいません、あれなんで俺謝ってるんだっけ。ってなんか始まってるぞクイズが。チラ見せクイズ。何をチラ見せするんだこれ。ね、ってことで1問目。ブフ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 ブ。チラカシは竹。今チラ見して盗撮した人は誰？いや、こっちがチラ見されてる立場なのかよ。ベストショット、ごちそうさまでした。ってことで2問目。このクイズ早く終わってくれ。わかる。結婚したのか、結婚したのか。さて今チラ見して求婚を迫ってきた人は誰？頭おかしいやつしかいないのかよ、このクイズ。今夜は、返したくない。そして次が最後の問題だ。こんばんは。こんばんは。キスすると1秒間に2億個の細菌が口の中を行ったり来たりするんだよ。何言ってんの？私は一向に構わん。よきぞ難問をクリアした。これをあげよう。いや犯罪者約3名がお縄についただけなんですけど。ってことで次はまた刑務所で会おう。いやお前も捕まってるのかよ。あいつこのクイズやるためだけに脱獄してきたらしい。クイズのモチベーションバカすぎるだろう。やっと次進めるようになった。あ、そこ天井脆いから慎重に行かないとやばいからな。え、マジで？じゃあここは石橋を叩いて渡ると言われてるように。は、肩パッド、どこの天井脆いか点検してきて。あいよ。あ、ごめん、お間違えたのが落ちちゃった。何やってんだ。みんなとはぐれちゃった。ラスコリニコフのせいだな。いや俺はむしろ警告した側で破壊したのお前らだろ。君のせい、ゲロイカの匂いのその香水のせいだよ。そんな香水つけた覚えねえわ。マジでなんでクソニートがこっちに来てんだよ。助けてるわけじゃねえわ、スカボンタン。こっちはヨウムとサナエと動物4匹ですね。動物じゃねえよ。ってことで強い順で超魔天狼を連れていきましょう。最終面ってだけあって手強いしね。え、あの、私も頑張りません。無理です。ってことで進んでいきましょうか。そうだな。いや、サナエさん一人にしておいてきたんですか。承知千番。弱者には
何の権利も選択肢もない、ことごとく力で強者にねじ伏せられるのみ。そんな奇跡な鳥を限り嫌すぎる。戦車ってさ、え、私のことかそれって。機械なのにお腹減るの？いや、エネルギーは必要だよ。え、それって何のエネルギー？ドナウエネルギー。まさかのテアキン。向こうの姉貴、ドナウエネルギー持ってきました。いやお前ナッツ、いつぶりだよ。セクハラをするためにハルバルエルフの森からやってきました。ってことで俺と結婚してくれー。ちょっと待って。耳に挟まるオタク排除人方だしこ。こいつもエルフの森と火山でちょろっと出てきたやつ。ひとまずどこまで行っても敵だからぶっ倒すわよ。僕を全部あげろー。これはみんなのデマクニン。いやどこさ、ルームとカブラ、俺の嫁にならないか。じゃあ耳に挟まるオタク排除。排除なんかめっちゃすごい音聞こえるんですけど。排除かんよ。じゃあすでにみんな容認された。恐ろしすぎるだろ。俺の部下も無断して座れてったやついるからな。いや誰だよ。いや、久しぶり。お前インセリデビルじゃねえか。インセリデビルです。料理にされちゃいました。やったね、カブヤ。わー、ここにしかさず料理でも忠魂を求めるインセリデビルと。排除、排除。こびてなさすぎだろ。やばい、本当にうんちが漏れそうです。やばい。あーダメ。じゃあアイツはマジで何だったんだ。ってことで懐かしいね、僕がインセリデビル。お前は喋んなしね。お、宝箱ですよ。あ、それは排除した落ちらないコツです。キー。ちょっと待って、嘘でしょ嘘でしょ嘘でしょ、嘘。みんなどこにいるの？同時に押し寄せてくる。自分の周りが縮小、息苦しい密室になる。結局行き止まり。はっ、いや普通に二人で何してたの？おお最高だね。なんでこの女、やっぱり霊夢とヨウムちゃんのイチャイチャは燃えるわ。結婚した、結婚した。おいゴレ、てめえ割り込むなっていくら言ったらわかるんだ。サルが黙れ、ずっとイケツクツ言ってるやつに言われたくねえわ。早いなやろ。そう、排除。なんだかんだうるさいやつ退場するし、ユーフォー助かるな。てかまた新キャラいないか？僕のこと、それってもしかして僕のこと？違います。いやきっと僕でしょ、恥ずかしがる。インテリデビルだってよ。いやこのプロマイダーチク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 。ダメだこいつ、なんとかしないと。じゃあインテリデビル退席。何言ってんの？いやいやどう見ても最低野郎だっただろ。目を覚ましなさい。じゃあインテリデビル、ほら告白されてるし。レロ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 。インテリデビルさん、素敵すぎる。本当に何言ってるの？あいた大物の目から目を覚ましなさい。どんな攻撃方法だよ。あとはこの俺に任せろ。本当かな。消えろ。弱って倒しちゃった。僕最強だから。嘘だ。ヨウム天皇もヤバい敵ばっかでしたね。僕はあんまり喋れてないんですけど。それはキャラが薄いからですよ。じゃあ大魔王様、僕の個性って何ですか？何もできないところとか。死んできます。開始が数列すぎるだろ。ってことでステージクリア。なんか暇になってきたからプロゴルファーサルやろ。名だたるイノクソゲーやるのやめろ。ってなんか手紙が届いてますよ。セイムエ、俺たちからの手紙だ。嬉しいか？嬉しいよな。この手紙加工にするがいい。捨てるなよ、していくより。いやこの紙燃料にして焚き火で温まってるだけですけど、畜生すぎる。 MP 振りかけ増量。そして俺の愛も増量。結婚届出しに来ませんか？黙って聞いてろ。UFO 型のもしすぎる。これでもっと冒険できるわね。って聞いてる。あ、今日も雪が降ってる話ですよね。全然違うわ。その話だと寝てる間にスキンシップしている。おー、マジか。だから喋んなって言ってんだろ、てめえボケ。 UFO 頼もしすぎるから今後の冒険メンバーに入れときましょう。それはありだ。どう考えてもなしだろ。ってことで頼もしい仲間を見つけたところで今回は終わりです。最近動画時間短すぎるだろ。就活準備とか卒業発信とかいろいろ忙しすぎて無理無理。なんか頭おかしくなっちゃってる。正直今は更新重視にしてますが、クオリティ全然自分の中で納得できてないので、時間空いたタイミングで作り直すと思います。ってことで気長に待っててね。それではご視聴ありがとうございました。